リシスマックはイギリスの政治家。ジョンソン首相と対立したことで辞任したジャビド財務大臣の公認として2020年2月より財務大臣を務めている。保守党所属の庶民委員議員。1980年5月12日にハンプシャーのサウサンプトンで総合診療医の父と薬剤師の母の長男として出生する。彼の祖父はインドのパンジャーブ出身で、 1960年代に東アフリカからイギリスへと家族と共にへ移住してきている。オックスフォード大学、リンカーンカレッジで哲学、政治学、経済学を学び、スタンフォード大学経営大学院で MBA を取得。ゴールドマンサックスやヘッジファンドのザ・チルドレンズ・インベストメントファンドなどで勤務した。2015年イギリス総選挙に 政界を引退するウィリアム・ヘイグの後継として、リッチモンド選挙区から立候補し、庶民委員議員に初当選。2017年イギリス総選挙では63.9%の得票率で再選した。2019年イギリス総選挙では63.6%の得票率で参戦。選挙期間中には、BBC と ITV がそれぞれ開いた7党派の代表による 討論会に保守党の代表として参加した。2020年2月13日、ジョンソン首相に最側近の交代を求められたサジド、ジャビド財務省がこの要求を拒否し突然辞任を発表した。これを受けてスナックは公認の財務大臣に任命された。ありがとうございます。